今回は、神村シード地紹介4選。神村、はい、神村、神村、鹿児島ってことですか。あ、神村学園、ね、甲子園強豪校神村学園なんですけど、今回はね、村があるところがすごいいい感じのシード地探してきたんで紹介していきます。はいはいはい、いいよね。はい、いいね。じゃあ早速1個目いってみましょう。はい、じゃあみんなジャンプのやつする、はい、はい、やりましょうやりましょう。せーの、のおい、よいしょ。はい、ということで飛んできました、はい、ここなんですけど、ここスポンジ店、初期スポンジ店、これ。え、ここは、村、ちょっと浮いてみて、これ、すごくない、これ。すごい。え、孤島じゃないですか、これ。孤島やね。これ、やばくないですか。すげえ。これが初期スポンジ店で、まあ、しかも一軒。一軒、そう。村人存在なのね、アイアンゴーレムとか。そうなのよ。で、猫とかいるんだけど、これ、村人、いますいないですいないいないです。はい、何これ。あ、最近までいたのかな、この無人島に。あ、今出かけてるのかな。こいつがやっちゃったなった説、なった説、あ、いいこれ、あ、なった、こいつ人間がアイアンゴーレムになっちゃったんだ。あ、これさ、でもすごいのよマジで。このさ、俯瞰していけばいくほどさ、なんだろう、このこんな木のブロックとか、すごいよね、こんな村見たことないし、マジで見たことないっすね。これが初期地点ってやばくないですか。やばいね、やばいっすな。これ次行くとき泳ぎやもんね。てか、そうそうそう、ね、ここにスポーンしたらマジどうしようってなるよね。どうしようってなる、どうしようやけど守りたいみたいな気持ちもある。そうそうそう、あ、なんか本当に一人静かに暮らしたいみたいな人はおすすめですね、このマップ。隠居を考えてる人よ、隠居、ね、考えてる人、うん、そうそうそう、即隠居、もうマイクラに疲れた人だよ。マイクラ、そうね、うん、この神シード地が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。やった。じゃあ次のシード地飛んでいこうか。はい、はい、じゃあ行きますよ、せーの、せーの、しとみしょい。はい、ということで2軒目こちらなんですけど、はいはい、まあちょっとまあ普通にパッと見周りに村ありますねみたいな感じですか、ね、はいはい、そうですね、うん、ちょっとあのこっち見てもらっていいですか。あら、え、あら、あら、なんだ、あれ、何、遺跡かなんか、何、いや、ていうかそのこの全体、あ、全体、はい、まあこの間のところが、あ、違う、この間のとまた違うな。見晴らしい、うん、これよく見てほしいんやけど、このだから、うん、このヘリ、この、はいはいはい、断崖のヘリにできた村で、あー、すご、あー、すご、あ、すごい、めちゃくちゃすごい。引きで見たときにここの凄さ、森下さん、はいはいはい、この村の悲しいお話を僕知ってるんですけど、言っていいですか。はいはいはい。本当はここの村はずーっとこっちまで広大な村だったんですよ。はい、ある日隕石がですね、はい、ここに落ちて残ったのはこの村だ。テレテ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 、まだこの世界は、はい、まだこの世界は。でもやっぱこの全体見た時に俺がここでどういう、なんだろう、感じでやっていきたいかっていうと、このヘリ全部に家とか建てて、はい、もう 丸で囲みたい、この村の面積を、はいはい、家をね、そうそうそう、ガーッて作って、ね、そうそうそう、はいはいはい、なんかそしたらすごい圧巻な感じの、うんうん、あれになりそうかなっていう。で、村人も全部いる状態ですごい、ね、反映させていったら面白そうかなっていう感じですね、うん、もうなんか中庭がもう池みたいな感じ、ね、そうそうそう、中庭がこの琵琶湖だね、うん、あ、はい、じゃあ神シード、神村シード3に行きます、せーの、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ということでやってきました神村シード3。まずスポンジ店、お花畑、うん、すごい、はいはい、そこにでっかいこう氷山あって、はいはい、はい、村どこやねんと、もう村が分かんない、村ちょっと探して、ね、村探してみて、あ、うわ、はこちら、すごい、はあ、シャンティやね。シャンティ。すごい。すごくないですかこれ。すごい。すごい。すごいね。だからなんかあの一個前のやつの真ん中に村ができてなかったって言ったんですけど、うん、こっちはもう逆に真ん中の方で村が発展しまくってる。モルディブチックなところ。そうね。だから本当
水の町みたいな感じで、本当これ、うん、なんかこういうとこあるよね実際に、なんかさこういうさ、うん、水の上にこうね ある町、なんかあのナスカの地上絵の鳥みたいな形になってる。ああ確かに、うん、すげえな、よくないなんかこれ、すごいね。しかもこの周りの花もやばいなこれ。周り花やばいですよやばいね、お花畑やばいのよ、うん、周り全部花だもんねこれ。全部花ですね、すごい、うん、私この花結構好きなんですよ。あそうなんですかはい、まあ、こんな感じですね、はい、はいはいはい、俺的には結構好きですね、結構いいね、うん、いい結構いい、うん、住んでみたい。さあ次が最後、はい、湿気多そうやな大丈夫です、ちゃんと対策してるから。せーの、よいしょ、よいしょ、はい、ということでここはねちょっとスポンジ店が村じゃないんで、まあ、なんか普通に氷山とかあるんですけど、はい、ここじゃないです。はい、飛びます。はいはい、とりあえず飛んでからこれ、ね、はい、まあここですね、はい、もうアイススケートリンク、ね、スケートリンク、はい、でここなんかちょっと上見てこれ、なんかなんだこれ、すごいな、うん、これちょっとやば、こちらじゃあ何これって感じでしょ、うん、はい、なんか煙立ってる、なんだ煙立ってる、煙、あやばくない、え、ちょっと中入ってみる、これもう中入りたい、入りま、え、すごい、えぐ、え、わあすごいこれ、え、本当にあるのこれ、本当にあります、え、やばこれ、バカじゃねこんなとこああスケルトンが下やばいでしょ、下もえ、バカじゃねマジで。ちょっとナイトビジョンつけようか。かなり危ないよ、柵ないし。あ、なんか、魔女がいる。そうそう、下はさ、もう、やばいよ。かっこいい、ここ。上も見ていい？で、これ上ね、すごいんですよ。ちょっと外出ましょうか、一回。はい。外出てもらって、一回俺の方来れる。そう、上行ってみたら、これ。すごい、だからこの階層なんかダンジョンですか、やばいね上バカだね、すごいねかっこいい、ここすごくない、すごい、すごい、やば、これは何なってんのこれこれはない、確かにこれは何なんだこれな、で一番上は氷なんだ、クマと北極グマがなんか戦ってる、なんかマジ白いキツネかなんかと戦った、え、なにこれ、こんな生物いるの、白キツネ、白キツネだ、頂上では北極グマ対白キツネが行われていると、あ、はい、こっち、あ、白キツマ、白キツマこっち引いて、うわ、引きで見たときにすごいから、わすごい、これやばいね、やばい、こっちに村がちゃんと外側にもあるんですね。そう、村が、ああそういうことね。ちゃんとバカじゃないやつらもいるんよ。なるほど。はいはい、俺はそっち行かねえぜと。そう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 。はあ。なんでこれが本当にあるんやね。あるんです。誰かが作ったとかじゃなくて、もうワールド生成された時点でこれ。この凍ってる湖もだいぶ広いよ。そうそうそうなのよ。単純にそれだけでもすごいんだよね。じゃあ皆さん。今回4つ紹介したんですけど、はい、神村シード、はいはいはい、皆さん的な、はいはい、まあ、神村学園1位ちょっと聞いていいですか。じゃあしんべえさんどれでした。ヘリにあったところ、あーあそこなんだ、意外、はいはい、俺もあそこ好きっすね、ヘリにあったところ、はい、はいはいはい、ワニちゃんは。俺も君の名はですね。あ、そうなんだ、あそこ君の名はとして扱ってるのね、はいはいはい、それで価値が上がったのね、君の名はのおかげで、はい、はいはい、で西川さんは私白キツマ